1942年に国有化されたウニベルズム映画株式会社のロゴナチスの映画制作は基本的にはヒトラーとナチ党による権力掌握の後ドイツ国にフェルキシかつナショナリスティックな独裁体制を確立するためのものでヨーゼフ・ゲッペルスが率いた帝国国民啓蒙宣伝賞と密接に関連している。ゲッペルスはドイツ映画の被護者を辞任し、 映画制作の管理、統制、検閲、アーリア化、個々のアーティストや企業への抑圧や助成といった様々な措置を通じて、ドイツ映画産業を、ナチのプロパガンダ装置における水曜部として取り込んでいった。ナチズムにおいては、娯楽にさえも政治的な機能が付与されていたため、第三帝国の長編映画の大半が一見すると、非政治的なことと矛盾しない。ナチ党は、 無声映画時代に選挙運動映画の制作の経験を積み、1933年に政権を獲得すると、ドイツ映画産業の画一化と利用に焦点を当てた。画一化は大いに成功し、さらに1938年には、オーストリアの映画産業も加わった。この過程は、最終的に1942年に国家独占企業のフィー・コンツェルンの創設に至った。 あらゆる政治的目標を別にして、ヨーゼフ・ゲッペルス、ヘルマン・ゲーリング、アドルフ・ヒトラーは、個人的に映画に魅了されていたのである。ゲッペルスは、映画というメディアを効果的な宣伝手段とみなし、映画によって、ナチ体制に魅惑的な力を与えることを起としていた。しかし、映画の中に常に、ナチ党と政治が現れていたとすれば、この目標にほとんど到達できなかったであろう。 明らさまなプロパガンダは週刊ニュース映画、教育映画、ドキュメンタリー映画に、その居場所を移し、長編映画に、ナチ党やそのシンボル、突撃隊や、ヒトラー有言と、帝国労働奉仕団といった組織が登場するのは、極わずかであった。ファイト・ハーランや、カール・リッターといった政治的に忠実な監督による、いわゆるプロパガンダ映画でさえ、程度の差こそあれ軽快な、 娯楽映画の洪水を前にしては、その割合は20%未満であった。1933年の遥か以前から、ナチ党はその目的を表現するメディアとして、映画を利用し始めていた。すでに1926年6月に設立された、ナチ党全国宣伝指導部には、AMT フィルムが設けられ、プロパガンダ映画の利用に備えることになった。1927年、 ニュルンベルク島大会についての最初の党映画、アイネシンフォニーでコンプフィーロンスタイが制作された。こうした映画は正規には内部用に制作されたが、1930年11月には、ナチ島のライクスフィルムステルが設立され、映画の制作と配給を受け持つこととなり、こうして選挙戦にも映画が利用可能となった。1933年1月に、 ナチ党が権力を掌握すると、ナチの映画制作は、特に二つの官庁、帝国国民啓蒙宣伝賞映画部と帝国映画院が取り仕切ることになった。帝国文化院とナチ党全国、宣伝指導部映画局もまた影響力を持っていたが、ゲッペルスは、あらゆる官庁の上位に君臨していたため、ナチズムの指導者原理にのっとり、本来の所管官庁の声に、 一切耳を傾けることなく、映画や映画制作の事案を意のままに決定することができた。さらには、多くの作品の配役にまで影響力を及ぼした。また映画検閲と映画評価に最終決定を下したのも、ゲッペルスであった。なお、ゲッペルスが膨大な業務の中でこういった特権を実際にどこまで行使したのかについては、現在も議論が続いている。 他の省庁が所管していた唯一の領域は教育映画であり、教育映画に関してはベルンハルトルスト文部大臣と彼が設立したライクスステルフィアデンアンテリクツフィルムが決定を下していた。1933年から1945年にかけてドイツ国における映画の政治利用と確立化にあたって最も重要な措置は 映画を帝国国民啓蒙宣伝賞の所管としたことである。これにより1933年3月から宣伝賞は唯一の所管官庁となった。同賞は他賞からの介入に配慮する必要はなくなり、そのため極めて効率よく映画制作を実施することが可能となった。ナチ党の映画制作の大部分は映画業界の再編を目指したものであった。 国家の介入によって業界は次第に、しかし完全に再編され、強力なプロパガンダ産業へと拡充されていった。最初のステップは映画信用銀行有限会社の設立であり、政治的に忠実な制作会社に資金援助が与えられた。多数の小企業が乱立していた映画業界は再編と統合によって効率的になっただけでなく、管理、統制が要因になり、 制作部門と配給部門の集約が急速に進んでいった。1930年から1932年の間、100社以上の制作会社がバイマル共和国で事業を展開していたが、1942年には一社のみ、すなわち国有のフィー・コンツェルンとなっていた。ナチの制作は強制的な統合に加えて当初からドイツ映画産業に 欧州市場を確保させることでアメリカ映画との死活的な競争から解放するという課題を念頭に置いていた。この目標のため1935年に国際映画院が設立された。1939年に始まったドイツの侵略戦争はドイツの映画業界にとって経済的に言えば幸運な出来事であった。占領された国々は ドイツ映画の市場となって利益をもたらし、接収された制作設備はドイツ映画産業に併存されたからである。この保護主義的政策により健全に統合された映画産業は、ナチ体制に無条件の忠誠心と感謝を寄せるようになる。映画業界の女性のほかに直接の確率化措置も取られた。こうして帝国映画文芸部員制度が導入され、 制作の開始前にすべての台本、原稿、作品草案を検査することとなった。すでにバイマル共和国時代からあった映画検閲は引き続き行われ、さらに厳しくなった。1934年から国家指導部にナチ的、宗教的、道徳的、または芸術的な感性を傷つける、粗暴、または不道徳な印象を与えるドイツの外観、または ドイツと外国との関係を危うくするように思われる作品は禁止されることとなった。クーレ・ワムペア・ロベルト・ジー・オートマクの余震といった社会批判的な作品、そして映画史上重要なフリッツ・ラングやゲオルク・ビルヘルム・パープスとの作品が上映されることはなかった。事前検閲は非常に効果的で政治的に好ましくない新作が完成までこぎつけることは 事実上不可能であった。しかし、撮影時に問題なしとされていた映画の一部は、その間に政治情勢が変化したためもはや時局にそぐわないとして、完成後に禁止された。例えば1935年に完成した、フリース人の苦悩には村民に赤軍兵士が皆殺しにされるシーンが含まれていたが、 独祖不可侵条約が締結されると、ドイツとソ連の一時的な友好関係を害するものとみなされて上映禁止となった。映画評論は最終的に禁止されたが、新たに映画評価が導入され、また国民映画賞を授与することで政治的に望ましい映画の制作を後押しすることとされた。映画業界の従事者は、ナチ職業団体に加入させられ、 また政治的に忠実な映画アーティストのために国立養成機関が設立されたが、これらは人事面での確立化を目的としたものである。ドイツ映画産業の全従事者は同団体の会員であることが必須であった。体制に批判的な者やユダヤ人といった望ましくない人物は加入を拒否されたが、これは就業禁止と同義であった。1935年、フォスタジオ訪問。 アドルフ・ヒトラーとヨーゼフ・ゲッペルス・ドイツの映画業界は、1930年代半ばに、それまでで最も深刻な危機に陥った。この原因はいくつかある。第一に、ヒトラーが権力を握った後、最高レベルの映画制作者の多くがドイツを去り、その他の者も,も帝国映画院によって、就業禁止とされたためである。その損失は埋めがたいものであった。第二に、 映画制作者の報酬、つまるところ映画制作費は、1933年から1936年の間に95%上昇した。このため、映画館で高額な制作費を回収できないことが多くなった。第3に、ドイツ映画の国外でのボイコットが増加し、輸出額が劇的に減少したことである。1933年では、輸出が 制作費の44%をカバーしていたが、1935年には12%、1937年にはわずか7%となった。映画制作会社の倒産は増加する一方であった。1933年から1935年、劇映画の制作会社はドイツに114社あったが、1936年から1938年では79社。 1939年には32社、1940年には25社、1941年くらいは16社が残るのみとなっていた。しかし映画制作数が減少することはなく、むしろ増加する一方であった。また、苦境に耐えて残った少数の企業の業績は改善し続けた。ゲッペルスはさらに市営の持ち株会社である、カウツヨ新宅有限会社を介して、 残る全映画制作会社の株式の大部分を買い取らせた。1937年、カウツヨは、ドイツ最大の映画会社フォーフィルム GMBH を買収し、1942年には残るテラフィルム、トービスイコールトンビルトイコールズユンディカート、ババリアフィルム、ウィーンイコールフィルム、ベルリンイコールフィルムの5社と合併して、フィー・コンツェルンを結成した。映画制作は、 実質的に国有化されたが、例えばスターリニズム下でのソ連とは異なり、私経済の構造が維持されていた。映画信用銀行は映画産業の支援のために設立されたが、資金は個人投資家から調達していた。また、国家からの補助金もなかったため、映画産業は収益を確保するために映画館の観客の期待に応える必要があった。ナチ党が 映画プロジェクトを重視していたとはいえ、興行成績は重要であった。制作企業には、ナチズムの指導者原理が導入された。監督が映画企画の芸術面でのデザインに責任を負う一方、ハーステラアングスグラパンライターは、芸術に関係しない事項を担当した。両者の上に、プロドクターインシェフが置かれ、映画会社の年間プログラムを編成し、題材を設定した。 1942年からは、さらに帝国映画総監督がその上位に置かれた。指導者原理に従い、ヨーゼフ・ゲッペルスは、実務的な制作上の諸事案にしばしば直接、介入した。統合の流れは、映画配給にも及んだ。ドイツ映画配給有限会社は国有化されたウーファの、子会社で、本社はベルリンにあった。年には既存の映画配給会社は、 すべて解散した。映画保存体予期間というシステムは、バイマル共和国時代に成立し、ライクスステルフィアゲンはアンテリクツフィルムの元に置かれ、拡大していった。1943年には、ドイツ全国に、州立のものが37カ所設けられ、その下には、市立のものが12,042カ所があった。これと並んで、ナチ党全国宣伝指導部の配下にも、 映画保存対応機関のネットワークが存在し、すでに1936年には32大管区、171管区、22,357地区に設置されていた。これらの映画保存対応機関は、多彩な映画作品を取り揃えるとともに16ミリフィルムの、下半型映写機の貸し出しも行っており、学校の教室や夜間の集いで映画上映ができるようになっていた。制作。 階級部門とは違い、映画館は国有化されなかった。ウーファ系列の映画館を除き、1939年には、いわゆるアルトライヒにあった5506館の大部分は民間の中小企業によるものであった。しかし、個々の映画館の自由には、法律や帝国映画院の指令によって大きな制限が課されていた。主作品の前に上映する文化映画やドキュメンタリー映画、 ニュース映画が指定されていたのである。また特定の祝日には、格式ある作品の上演が義務付けられていた。外国映画上映に関する法律を備えていた。これは例えば地方の食堂などのホールで映画上映会を催すために必要な機材意識を装備したものであった。こうして午後には、ヒトラー有限と向け、 夕方からは一般市民向けの映画上映会が行われた。この移動映画館のおかげで、ナチのプロパガンダ映画は、これまで一度も映画館を訪れたことのない人々も、大規模にその射程に収めたのである。失業率の低下と生活水準の向上により、ドイツの映画館の入場者数は年々増加した。1939年には6億2400万枚の、 チケットが販売され、1944年には11億枚に達した。米国を除けば、ドイツよりも映画館の客席数が多い国は、地球上に存在しなかった。学校や劇場が閉鎖された中でも、困難な状況にもかかわらず、映画館の営業は戦争終結まで維持された。例えばベルリンでは1944年になっても、映画館の防衛のために、 対空砲部隊が派遣されていた。連合軍の空襲の激化で急増する負傷者を収容するために映画館の救護所や野戦病院への転用を検討すべき状況においても、その多くは政治的圧力により転用されることはなかった。1944年9月1日から全劇場が上演禁止となっても映画館では上映が継続された。 その結果、一部の劇場は映画館に転用された。ウィーン・フォルクス・オーパーは、10月6日から数ヶ月間、市内で2番目に大きな映画館であった。ナチのイデオロギーは、ノンフィクションのジャンル、例えばニュース映画、教育映画、文化映画、ドキュメンタリー映画で明らさまに宣伝された。ドイツ週刊ニュースは、帝国宣伝省映画部の下部組織によって制作され、 その各段階にゲッペルスが目を光らせていた。1942年、1943年の冬まではヒトラーが自ら指揮を取ることもあった。大学や学校で使用された教育映画は多くの場合、社会ダーウィン主義、人種学、ハンセム主義といったナチのイデオロギーの中核的要素を直接ルフするものであった。映画館で人気のあった文化映画も 同様の目的を持つものがよくあった。劇映画では、通常扱わない題材も見られた。安楽死、または、障害者殺害というテーマを扱った、劇映画は1作品のみであったが、ノンフィクション作品は多数存在する。1935年、アーブ・クランク、1936年、過去の犠牲、1937年、アレス・レーベン・イースト・カンプ、1937年、 ワズ・ジュラート、1939年。ソ連では、劇映画の監督が、独裁者、スターリンの記念碑を打ち立てようと腕を競ったが、ドイツでは独裁者、ヒトラー個人を扱う、劇映画は一つとして制作されなかった。映画業界は、1933年に先を競って、新体制におねり、慌ただしく3本のナチ劇映画を献上したが、その後は、この種の作品は、 散発的に制作されるのみとなった。ナチ党は、これとは逆に、自己表現のための広大な空間を、ニュース映画やドキュメンタリー映画に見出した。例えば、総統に向かって、更新や例にリーフェンシュタールの党大会映画、新年の勝利、意志の勝利である。ナチドイツを国内外で宣伝することを目的とした映画には、国家から移植を受けて同じく例にリーフェンシュタールが、 演出した1936年ベルリンオリンピックの二部作、オリンピアがあり、最も成功を収めた恒例である。電気映画シリーズは、テーマとしては、偉大な、ドイツ人といった表題に分類可能ではあるが、機能としては同様である。不滅の心、コッホデン、フリードリヒシラーある天才の勝利、フリーデマン・バッハ、アンドアス・シュリューター、デア・ネンテリシャ・ベークである。 人物描写としては、ダスグローセアイス、アルフレッド・ベガナーズ・レッツ・テフェールと、ヨゼフ・ソック、ベイクスタット・ウントベルク、アルノ・ブレイカー・ハート・ザイト、ストック・クンストがある。明らかに、ハンセム主義的な言語関与や、内容の劇映画は、比較的少ない。あからさまに、ハンセム主義を宣伝する映画には、ロス・チャイルド家、ユダヤ人ズ・ユースがある。ハンセム主義プロパガンダが、 本来の居場所を見つけたのは、またしてもノンフィクションのジャンルであった。例えば、永遠のユダヤ人だけでなく、ジュデン・オーネ・マスク、ジュデン、ラウザ、ワンゼン、オース・ウージ・ジビアとリツマンスタットといったあまり知られていない作品もある。これらの作品は、非常に過激で、感の鋭い観客にはこのプロパガンダが、どのような気結を生むか、容易に察しがつくものであったが、 作品内には間近に迫る大量殺戮を明確に示唆するものは見つからなかった。逆にテレジエンシュタットでは映画監督はなおも政治的現実から目をそらしていた。現実には何百万ものユダヤ人がすでに追放、殺害されていたのである。ニュース映画向けに撮影されたものには絶滅収容所へ移送直前のワルシャワゲットを住民の言語に絶する生活状況を 映したものがあったが、公開は差し止められた。ナチのイデオロギーにおける暗いコンセプトには、他に、ゲルマン崇拝、一土のモチーフといったものがあるが、映画に結実したのは、ほとんどノンフィクションの分野で占められていた。例としては、ハンス・シュプリンガーの映画女子史、永遠の森がある。同じことは、海外の植民地主義、または、 旧ドイツ植民地といった非常に感情的なテーマにも該当する。劇映画では、わずかな作品のみが制作されたが、文化映画は多く、例えば、我らのカメルーン1936年、37年、アフリカへの同型があった。ナチの戦争プロパガンダは、自然に、かつ目立つことなく、劇映画に組み込まれたが、それは、戦争映画というジャンルが第一次世界大戦時から、 監修に普及していたためである。しかし、反戦映画は禁止された。例えば、ナチ党の権力掌握以前に、国際的に成功を収めていたゲオルク・ビルヘルム、パーアップストの、西部戦線1918年、レマルクの古典的作品で、アメリカで映画化され、オスカー賞を獲得した、西部戦線以上なしである。この作品については、 すでにヒトラーが権力を掌握する以前のバイマル、共和国時代においてもゲッペルスは上映の一時的禁止の貫徹に成功している。ナチの劇映画の3%は、戦争映画でその中でも高い評価を得た、プロシアの旗風、祖国に次ぐ、誓いの休暇、勲功十字章、リュッツを爆撃隊、偉大なる王者や耐久映画である、コルベルクがある。しかし、 最も先鋭な戦争プロパガンダはやはり、ドキュメンタリー映画に顕著であった。例えば、デアウェストオール、フォイアトーファー、ポーランド進撃である。劇映画で、ナチが政治プロパガンダの標的としたテーマには、犠牲、服従、ドイツ製の賛美、戦争宣伝、敵のイメージといったものがある。劇映画全体に占める、プロパガンダ映画の厳密な割合については、 一致した見解が見られない。ナチの映画検定書において検定を受けた劇映画のうち7%が国家政治的に価値ありもしくは国家政治的に特に価値ありという評価を与えられ最高の評価を受けたのは世界に次ぐ秘境、オットフォンビス・マルクを取り上げたメンファイト・ハーランのフリデリクス・レックス映画である偉大なる王者国家からの移植により制作された。 耐久映画、コルベルクである。短編映画や劇映画では、政治的プロパガンダの内容が、ノンフィクションのジャンルに比べて、基本的に少ない。映画視野であるゲルト・アルブレヒトは、1960年代後半に、ナチの劇映画に関する、初の包括的なデータ収集を行い、全劇映画に占める、プロパガンダ映画の割合を14.1%と、推定した。なお、 アルブレヒトは例えば国際合作映画を考慮に入れていなかった。これらを考慮に入れるとプロパガンダ映画はわずか12.7%となる。ナチ時代に制作された劇映画で最大のグループは喜劇映画である。全作品の47.2%にあたる569作品はコメディー、人違いの喜劇、ドッタバタ、グロテスク、風刺、 または類似のものとして分類することができる。ジャンルは喜劇であっても、イデオロギーの主張が含まれないとは限らず、例えば軍隊コメディ1936年などには、見え隠れしている。また、ロベルトとベルトラム、法廷のビーナスでは、非常にハンセム的なシーンがある。今日も、なお人気がある、ツカンワインに代表される、喜劇映画の大多数には、 ナチのプロパガンダはほとんど見当たらない。二番目に大きなグループは特に女性観客向け映画である。ナチ映画の508作品は恋愛映画、結婚映画、または禁止の、例えば女性、心理、道徳、意思、運命、少女といったジャンルに区分される。このグループにはプロパガンダと娯楽が極めて巧妙に混然一体となった作品がある。例えば、 アンネ・マリエ、希望音楽会、さようならフランチスカ、大いなる愛である。希望音楽会と大いなる愛はナチ時代で最も商業的な成功を収めた作品に数えられる。こういったナチのイデオロギーが凝縮した作品に対し、大多数はここでも目立たない映画であった。例えば、踏み外しや、単調のロマンスなどは今日も人気がある。事実として、 ナチ劇映画の大多数を明白なナチのプロパガンダと証明することはほとんど不可能である。そのため映画視野や映画社会学者は幾度にもわたってこれらの娯楽映画に巧妙に隠されたプロパガンダを突き止めようとしてきた。これらの作品の社会的、基本的メッセージといったもの、例えば女性像が特に注目されてきた。しかし、これらの研究から得られた知見は少ない。 なぜなら、ナチ映画の人間像において、ナチのイデオロギーによる基準に厳密に一致するものは、ごくわずかだからである。ほとんどの主人公は、普通の人であり、手持ちの方法で、個人的な小さな幸せのために戦い、その際には全く現代的な価値観を持っている。個別に見れば、ナチが理想とする、自己犠牲に富む、小沢山の母親という女性像が描かれることも、あったが、 大多数の映画では子供を持たず、職業についている女性が主人公であった。男性主人公も、兵士や英雄ではなく、一般の民間人が最も重要なグループであった。特に恋人としては幾分不器用でぎこちないが、全くもって親切で信頼に足る人物が多い。仮に映画の登場人物が、ナチ的人間像という形で理想化されていたとすれば、観客は、 登場人物に感情を移入できず、またメディアとしての映画もその魅力が失われていたであろう。一見すると非政治的な劇映画が大半であったが、これは驚くべきことではない。劇映画を上映する際は必ずニュース映画やドキュメンタリー映画とセットで上映することが義務付けられていたため、あえて劇映画にまでプロパガンダを仕込む必要はなかったからである。一方で、 娯楽映画は戦争末期の絶望的に見える状況においてもハッピーエンドを迎える美しい世界という幻想を保っていた。それは日ごとに厳しさを増す戦時下の日常という現実から進んで気を紛らわせ目をそらすためであった。すなわち当時の状況においてはこれらの映画は自然に耐久プロパガンダの役割を果たしていたとも言える。音楽映画もまた 観客の気を晴らし、気分を良くするものとされていた。このグループは正確に数値化できない。194作品には、明確に、音楽ジャンル、例えば音楽映画、オペレッタ、歌手、デビュー映画に分類される。しかし、作品内で、歌や踊り、または、新しい流行歌が登場する映画を含めると、その数は、非常に多い。ユダヤ人、ズユース、 世界に次ぐ、コルベルクといった明確なプロパガンダ映画でさえ、耳に残るメロディーが使用されていた。恋愛映画や結婚映画が映画のジャンルのスケールで女性の曲であるとすれば、男性的な曲はアクションが前面に押し出されるジャンルにある。ナチ劇映画の333作品は、冒険映画、犯罪映画、戦争映画、スパイ映画、またはセンセーション映画である。 このグループのプロパガンダ映画は75作品に上り、割合は非常に高い。主に男性の観客を対象に制作された劇映画というくくりで見ると、ほぼ4分の1に達する。最も比重が大きいのは、戦争映画とスパイ映画である。犯罪映画は個別に見ると、プロパガンダを目的としたものがあり、こういった映画では犯罪の原因を、 犯人の置かれた社会的状況よりもそのもって生まれた素質に求めるのが原則であった。しかし、こういった作劇法は、ナチ映画に特有のものではなく、ファシズム以前、または戦後期の犯罪映画でも同様であった。冒険映画、センセーション映画においては、プロパガンダ映画の割合が最も低い。こういった映画はそもそも現実逃避的なモーメントが、 貴重にあるからである。これらのジャンルの映画で主人公を務めたハンス・アルバース、ハリー・ピール、ルイス・トレンカーは、ナチ映画で人気の男性スターに数えられている。娯楽映画で4番目に大きなグループは郷土映画であるが、このジャンルは目新しいものではない。なぜなら1950年代には1400万人以上もの追放者がいたという現実が感情的な意義を与えているからである。 ナチ劇映画の179作品は山岳、または村落を舞台としたものであり、古典的な郷土映画、デアイエガー・フォンホール、デア・エイダル・バイス・コニヒ、ゲイ・アー・ワリーといった作品が挙げられる。これらの映画の約90%には、あからさまなプロパガンダは含まれていない。特別なグループに、電気映画と歴史映画があり、ナチ時代に制作された。 劇映画のうち5.9%を占める。これらの作品の多くは政治的プロパガンダとしての性格を持つ。歴史映画の19作品の多くはプロイセンの宮廷を舞台とし、ナチのイデオロギーによる歴史教育の機会として利用された。また、電気映画の52作品のうちほぼ半数がプロパガンダの要素を含んでおり、これらの作品のヒーローはナチの権力者が 卓越したドイツ人と判断したドイツ人のいわば栄誉伝道となっていた。電気映画や歴史映画はナチのプロパガンダメディアとして特に利用されてきたが、これは特にナチ映画の発明というわけではなく、このジャンルの長い歴史の一部に過ぎない。すでに第一次世界大戦の前に始まり、戦後の映画史にまで及ぶもので、決してドイツに限定されるものではない。なお、 大部分の作品が同時に複数のジャンルに含まれるため、上記の各グループの割合の合計は100%以上になっていることに注意が必要である。1933年以前、ドイツにも映画スターが存在していたが、スターシステムはまだ初期段階にあって、特にハリウッドに比べれば、まだ発展途上にあった。ヒトラー帝国のイメージを改善すべく、ゲッペルスは、 スターシステムを大々的に推進したが、当初はうまくいかなかった。多くの映画スターたちに独裁政権に奉仕する準備ができていなかったためで、ある。マレーネディ・トリヒは、エルン・ストルビッチ、ゲオルク・ビルヘルム・パープスと、フリッツ・ラングと同じく、ドイツを去った。公然とナチ政権を拒否したマレーネディ・トリヒと、ドイツでも成功したスウェーデン出身のグレタ・マルボの、両者は、 ヨーゼフ・ゲッペルスが魅力的な提案を行ったにもかかわらず、評判版として利用することはできなかった。他の人々は、ハイン・リヒ・ゲオル・ゲア・グスタッフ・グリュント・ゲンスのように、当初はヒトラー独裁政権を明らさまに非難したが、最終的には協力関係を持つに至った。これまでのスターとは別に、新たなスターを生み出す取り組みも行われた。最もよく知られている例の一つに、 1937年にウーファーと専属契約を結んだスウェーデン出身のサラー・レアンダーで数年後にはドイツで最も有名な映画女優となった。サラー・レアンダーの広告キャンペーンはウーファーの広報部が行い以前のスウェーデンで制作された映画については触れることなくスター歌手として設定された。報道機関には事前に人物票が届けられ、 シンスターの取り上げ方について指示された。サラー・レアンダーにも、大への登場の仕方について詳細な指示が出された。劇映画は、新作の流行歌の広告として、よく利用された。サラー・レアンダーだけでなく、他の人気映画俳優のハンス・アルバース、マリカレック、ヨハネス・ヘイスタース、イルゼベルナー、またハインツ・リューマンさえもレコード業界で過去最高の、売り上げを達成した。 映画スターは、映画より、レコードからの収入が多いことが多かった。流行家のいくつかは、一ヒバイス、エスビアとアインマルはインブンダーゴシエイエヌや、ダフォンゲートダイベルトニヒトウンターは、ある目的を持ってルフされた。そのセンチメンタルな意味の他に、政治的なサブテキストを隠し持ち、ナチの耐久制作のスローガンとして利用するためで、あった。映画スターたちは、映画や、 レコードだけでなく、大ドイツ放送のラジオ番組でも、日々の暮らしの至るところに存在した。1936年から、ベルリン県内で、定期番組を放送していたパウル・ニップコーのテレビ局の番組でさえ、映画と映画スターは、格好たる地位を築いていた。さらにメディアの総合利用では、アーティストの絵はがき、タバコに添付され、大人気を博したコレクションカード、 また多くの世帯で日刊紙にとって変わって購読されていた日韓の写真付き映画雑誌、イルストリールターフィルムクリアにまで広がっていた。いかにナチ映画が他のメディアと一体化していたかについては、例えばヒット映画、希望音楽会に見ることができる。物語は実際に戦時中に毎週放送されたウェルリンで行われる流行火災時を中心としていた。 政治の自己演出の新機軸となったものに、ヒトラー、ゲッペルス、ゲーリングといった行為の政治家が映画スターと共に公に姿を現したことが挙げられる。特に女性スターは男性結社の性格が強いナジの祭事に花を添えるものであった。ヒトラーが好んで祝宴の際に臨席に招いたのはオルガ・チェホーバト・リール・ダーゴバーであった。なおヘルマン・ゲーリングは1935年に 人気女優、エミー・ゾンレマンと結婚している。ヨーゼフ・ゲッペルスと有名な映画女優との関係についても多くが伝わっている。政治指導部と個人に近いことがしばしば英達の政否の決め手となった。例えばレナーテ・ミューラーはゲッペルスを敵に回してしまった。俳優の起用頻度を決めるリストがあり、5つに区分されていた。最上位は、 あらゆる状況下で空白期間なく、起用で、再開は、あらゆる状況下で起用は、望ましくないであった。いかに映画スターが、ナチ体制にとって重要であったかは、ヒトラーが1938年に、著名なアーティスト向けの税負担軽減を指令し、収入の40%を、広告経費として控除可能としたことからも明らかで、ある。戦争は、 スターのイメージを世俗化することになった。舞台遺門の一環として、スターは前線に設けられた小さなステージに登場し、また街頭では、冬季救済事業のために募金、物品収集活動に加わった。ほとんどの男性映画スターは徴兵免除となったが、例えば、ハインツ・リューマンは、ニュース映画の撮影チームを伴い、軍事訓練コースに参加している。不況を買った映画アーティストのみが、 前線に送られた映画制作、配給、映画界の分野での全活動は、1933年以降、帝国映画院のライクスファッシュシャフトフィルムに加入していることが必須とされた。映画産業の従事者の統制に加えて、主に望ましくない人物を排除する役割を果たした。応募者はアンケートで政治面での経歴だけでなく、人種的血統と宗教も回答する必要があった。 ユダヤ人、または左翼政党や組織への参加という記載があった場合、ほとんどは申請が拒否されることとなった。帝国映画人会に入会を拒否されることは、就業禁止と同義であった。こうして、職を失った者は3000人を超えたと推定されている。彼らの多くは国外に行き、他の人は逮捕、または追放された。非常に人気のあるアーティストには、 ここのケースで特別な許可が与えられた。ゲッペルスが引き続き活動を許した人物には、例えば監督のクルトベルンハルトとラインホルト・シュンツェル、俳優のホルスト・カスパー、歌手のヤンキー・プラがいる。本決コインを理由に、俳優のパウル・ビルト、カール・エイトリンガー、パウル・ヘンケルス、ボルフ・ガング・キューネ、テオリン・ゲン、ハンス・モーザー、ハインツ・リューマン、ボルフ・トルッツ、エーリ・ヒツ・イゲル、 監督のフランク・ビスバーは特別な許可を得ていた。グスタフ・グリュント・ゲンスは同性愛や,や社会主義の過去、またハイン・リヒ・ゲオルゲの共産党員という過去も目をつぶられた。政治的な区分ができない、または以前の作品がナチのイメージから逸脱していたとはいえ、芸術、商業の面で共に非常に成功した監督の多くは映画での中性告白が求められた。 監督は、あらゆる点で、ナチのイデオロギーに合致する映画を演出するよう要求され、または、こういった映画を作るよう、それとなくではあるが、明白に示唆を受けた。監督が任務を果たせば、当面の間、ドイツで活動を続けることができた。拒否すれば、キャリアに終止符が打たれ、多くは前線に送られた。ベルナー・ホーホバウムは、三人の号調で、 兵士としての義務遂行の賛美化を演出するよう求められていたが、作品には批判的な低音が通底していたためである。ペーター・ペバースもこの運命を辿った。カール・ユング・ハウスもまた他のやり方で政治的に忠実な映画の制作を拒んだ。アルタス・ヘルツゲート・アウフダイ・ライゼの提出時に、ナチは宣伝担当者を彼のもとに起こし、相応に脚本を改訂した後、 ユングハウスに撮影許可が与えられた。それにもかかわらず、ユングハウスは当初の脚本に沿って制作するという許に出た。これは内部での死者でさえも明らかになった。彼はその後すぐにスイス経由でアメリカに逃亡した。ナチとの協力を望まない映画制作者の最後の手段は映画活動の中止または制限であったが、 そのためには多くは地下への潜伏が必要であった。軍務から逃れるためとはいえ、もちろん困難で危険な方法であった。著名な衣装デザイナー、ゲルダゴはナチから逃れることに成功した。他のアーティストは政治の力をまともに受ける形となった。例えば、ヨアヒム・ゴット・シャルクは1941年に家族全員と自殺した。妻であった女優のメタボルフが、 強制収容所に送られることになっていたためである。同様の運命が、脚本家のバルターズ・パーとその妻を襲った。強制移送の通知を受けた俳優パウル・オットハンス・ヘニンガーは、これを避けるべく自殺した。オットーは、ユダヤ人、ヘニンガーは、同性愛を理由に迫害されたのである。俳優のテオドール・ダネガーと、流行家の作詞家、ブルーノ・バルツは、 同性愛行為のために一時的に投獄された。強制収容所、あるいは強制移送中に死亡したのは、エルンスト・アルント、オイゲンブルク、マックス・エールリヒ、マリア・ホレスク、クルト・ゲロン、フリッツ・グリューンバウム、クルト・リー・リエン、パウル・モルガン、オット・オーバルブルク、監督のハンス・ベイレンスであった。処刑、またはナチによって殺害された俳優には、ホルスト・ビル、ロベルト・ドージー、 ハンスマイヤー派のハンスオットーがいた。その一方で政治的に忠実なアーティストたちは時折映画の官僚機構で高い地位が与えられた。こうして最高の栄誉に達した例としてカール・フレイリヒ監督がいる。1937年からウーファの芸術委員会を率い、1939年からは帝国映画院の総裁を務めている。俳優で 監督のボルフガング・リーベナイヤーは、帝国映画人会だけでなく、ドイツ映画、アカデミー・バーベルスベルクの芸術学部を率いていた。監督のフリッツ・ヒップラーとビリ・クラウゼ、俳優のカール・ワウエンも高い地位についていた。監督のカール・ディッターや、俳優のオイゲン・クレプファー、パウル・ハルトマン、マテアス・ビーマンなどは、ウーファの監査役に任命された。ハイン・リヒゲ・オルゲ、 グスタフ・グリュントゲンス、カール・ハルトル、ハインツ・リューマンなどは、プロダクションマネージャーとして、映画産業で一時的に最も影響力のある地位を手に入れた。ファイト・ハーランのように、ポストに空きがない場合は、教授の称号を授与されることもあった。多くのプロパガンダ映画が、国家から委託を受けて制作されたが、ヨーゼフ・ゲッペルスは制作の実務、例えば配役についても、頻繁に、 直接介入した。しかし映画監督たちが、ナチ時代に実際に受けた圧力の程度については、映画視野の間で現在でも、論争の対象となっている。政治的に迎合した、あるいは明確にナチズムを支持した監督に、フリッツ・ペーター・ブーフ、カール・フレイ・リヒ、ボルフガング・リーベナヤー、ヘルベルト・マイシュ、ヨハネス・マイヤー、ハインツ・パウル、カール・リッター、ハンス・シュタイン・ホフ、 グスタフ・ウチツキー、ファイト、ハーランなどがいる。こうした自ら進んで、プロパガンダ映画を何度も演出した監督がいる。一方、プロパガンダ映画を全く撮影しなかった監督もいる。例えば、ボレスラフ・バルロク、ハラルト、ブラウン、エイリヒ・エンゲル、ビリ、フォルスト、カール・ホフマン、テオリンゲン、カール・ハインツ・マルティン、ハリー・ピール、ライン・ホルト・シュンツェル、デトレフジ・イルクである。 ナチの劇映画のほとんどは、芸術的な実験や革新を完全に放棄したもので、あったが、ゲーザ・ォン・ボルバーリー、エイリヒ・エンゲル、アルノルト・ファンク、グスタフ・グリュント・ゲンス、ドルフ・ハンゼン、ボルフ・ガング・リー・ベナヤー、アルトゥール・マリア・ラー・ベン・アルト、デトレフ・ジー・ルク、ヘルベルト・ゼルピン、ハンス・シュタイン・ホフ、グスタフ・ウチツキー、ビクトール・トリアンスキー、パウル・フェアヘーベン、フランク・ビスバーラは、何度も、 中央を逸脱した。ヘルムート・コイトナーによる芸術的に非常に興味深い映画が証明しているように監督にはナチの映画制作の窮屈な基準の中で遥かに大きな自由があったが大多数の同時大臣はそれを手にするために多くのものをかけなければならなかった。帝国の拡大に伴い帝国映画産業は新しい市場を獲得した。 占領された国の制作設備は価値があると見れば、ところ構わず強奪され、ドイツ本国の企業に吸収された。当地のアーティストは様々な義務を強制的に課され、大ドイツのプロパガンダのために従事させられた。1938年の独王合法前に、ドイツオーストリアはヨーロッパ初の国家として映画産業が ヒトラーの制作の直接的影響を受ける状態へと陥っていた。すでに1936年4月20日、映画とその出演者に関する規定がほぼ1対1でオーストリア製のドイツ映画に割り当てられた。帝国映画文化院はベルリンでオーストリア映画制作者団体との契約に調印した。当初からナチ政権はオーストリアファシスト政権に圧力をかけ、 ドイツで不況を買った人物が映画で協力するのを妨げた。最も強力な圧力は輸入全面禁止という脅迫であり、すでに1934年にはドイツにとって好ましくない人物による映画の輸入が拒否されていた。オーストリア最大の映画制作会社、ウィーンのトービスイコールザ社、フィルム株式会社は、すでに1938年の前から、 ドイツへの輸出禁止という脅迫に対応して、ヒトラーの反ユダヤ政策の実施をやむを得ないとし、もはや一人のユダヤ人アーティストも雇用していなかったが、ウィーンイコールフィルム株式会社として、改めて設立された。カウツヨ信託は、クレディット・アンシュタルットと共同して、数ヶ月前にトービスイコール座社の株式の大半を取得していたため、この買収は事実上合法であった。 その後ウィーンは、ベルリントミューン編ンと並んで、監督のビリ、フォルスト、グスタフ・ウチツキー、ハンス・ティー・ミヒ、レオポルト・ハイニッシュ、ゲーザ・フォン・チフララと共に、ナチ映画映画制作の中心地の一つとなった。特に起用された俳優には、パウラ・ベセリー、マルテ・ハレル、ハンス・モーザー、アッティラ・ヘルビガーとパウル・ヘルビガーがいた。およそ50本の劇映画と60本の文化映画が、 制作された。ヒトラーの故郷、オーストリアの後をたどったのは、チェコスロバキアであった。まず1938年9月30日に、ドイツ人が住む国境地帯が、すべて大ドイツ帝国に国際法にのっとり割上され、1939年3月15日、独裁者は残る国土もドイツ国防軍に占領を、明じ、チェコ地域は、米面命令保護領となった旨。 宣言された。チェコの AB 映画制作株式会社は、バランドフとホスティバジに有名なスタジオ施設を持っていたが、アーリア化された上で1942年11月21日に、プラハイコールフィルム株式会社に開祖され、1942年からは、フィー・コンツェルンの終焉までドイツ語、チェコ語による映画が制作された。チェコでは2社、ナショナル、フィルムとルサーナフィルムが、 業務継続を許可された。空襲のため、ドイツ本国での映画撮影が困難を増す中、プラハは、ドイツ映画の制作に、不可欠な大替地となった。ポーランドでは、1939年9月1日の、ポーランド振興により、総督府が設置されると、ポーランドの映画産業は消滅した。アーティストは地下に潜伏し、映画制作は完全に停止した。 1940年4月9日、ヒトラーは国防軍に命じ、デンマークを占領したが、同地の映画産業はほとんどドイツの映画制作の影響を受けなかった。ドイツ映画はデンマーク国民によって暗黙のうちにボイコットされた。隣国のルウェーの映画経済は、ドイツが占領した時点ではあまり発展していなかったため、特にナチの関心を集めることもなかった。 ノルウェーで活動していた映画監督も少なく、ほとんど妨害を受けることなく、仕事を続けることができた。1940年5月10日、ついでベネルクス諸国が占領された。オランダでは、当時、3つのスタジオが活動しており、ナチドイツを避けてきた人々によって、流星を誇っていたが、ウーハーに組み込まれた。その後、オランダ映画が撮影されることはなく、施設は、 ウーファのために使用された。オランダの監督の多くが国を去った。ベルギーの映画産業は著名なドキュメンタリー映画学校があったものの、ノルウェーと同様あまり発展していなかったためナチの職手が伸びることはなく、映画人のほとんどが仕事を続けることができた。1940年6月22日、フランスが軍事的に敗北し、コンピエーニュで 急戦協定が結ばれると一部は占領下に置かれ、非占領地域は傀儡国家ビシー政権が統治することとなった。ビシー政権下のフランスではファシスタ政権下のイタリアをモデルに業界が再編されたが、ニースに本拠地を置く南フランスの映画業界はほとんど制限を受けることなく仕事を続けることができた。一方、パリとフランス北部は ドイツ軍の支配下となった。同地にはドイツのニュース映画や劇映画が氾濫することとなった。1941年初めにはコンチネンタルフィルムが設立された。ウーハとトービスの子会社でパリ都市圏の全スタジオを所有し、フランス解放までにフランス語による映画を27本制作した。領土拡大の戦争はさらに続き、1941年には ソビエト連邦に侵攻した。ナチ指導部はソ連の映画制作設備も手中に収めることになった。特にラトビアのリガ、エストニアのレイバル、ウクライナのキエフであった。接収を受けた施設は1941年11月に設立されたゼントラルフィルムガセヨシャフトオリジナルサウンドトラックの所有に移管され、占領下のソ連地区で、 ベルリンからの指令で映画プロパガンダが組織された。第二次世界大戦の終結、独裁者の死、ナチ独裁の崩壊後、勝利を収めた連合国は、占領下ドイツの非武装化、民主化、非ナチ化の一環として、残存するナチズムのイデオロギーを排除するための様々なプログラムを開始した。とりわけ連合国総司令部は、流通する全ドイツ映画に検閲を実施し、 劇映画の19%が上映禁止とされた。審査委員会によってナチのプロパガンダと格付けされたためである。ゲルト・アルブレヒトは劇映画全体でのプロパガンダ映画の割合は14.1%と算定した。1939年までは11%であったが第二次世界大戦の開戦後の1940年から42年に かけては24%に増加し、戦争後半には6%に減少した。1942年に映画制作が急変したが、これについては、観客がプロパガンダに生みつかれたことや、空襲下の厳しい生活環境においては、プロパガンダ映画よりも人々の気を晴らす、癒しの場となる映画館そのものが、ナチ政権にとって良い広告となったため、と推測されている。 連合軍占領当局によって禁止された映画のほとんどは1949年に成立したドイツ連邦共和国では映画受詞規制機関による認定を受けている。いわゆる流発付映画、つまり戦争映画の多くとハンセム主義的プロパガンダ映画の全作品の上映は今なお制限されている。役中。 ドイツによって解明された1940年から1945年までの都市名。関連するショダイナッツオヤナルザッツリスティシャビルドパリットク、ホワイウィーファイト、アンティーファシスティシャジェジェニビルダー、ドイッチュランドナーハデムクレグ、ダズプロジェクトデアリエドヤケーション、ダイアライトフィルムピリットク、パーシネルコンテニューアタットン、ダイジェスタートインナッツオフィシュラングデアフィルムブランチ及び、その後、 ズ版多ンタスインホルト、ありがとうございます。